さあ注目のコース取りでありますが、6号艇正木はスタート展示同様動きを見せます。ただそれに抵抗するのは高枠船岡だけで、1番6番の並びになりました。第54回スポーツ日本杯開催5日目の攻防はいよいよこれより本日のメイン3個カードです。第10レース、まずは1つ目準優勝戦。対戦メンバーは1号艇船岡陽一郎、2号艇下寺秀和、3号艇高橋龍也、4号艇麻生慎介、5号艇田中達彦、6号艇正木政権、以上6選手の対戦です。さあ間もなく干潮時刻を迎えます。大潮です。かなり潮は低い状態、風は緩やかなフォーム、向かいの風。そんな中でさあスローが2艇の1番6番で陰線1号艇船岡、2コース回り込んだ6号艇正木で本番3コースを角に引っ張りました。2号艇下寺秀和、4コースで3号艇高橋龍也、5コース4号艇麻生慎介、6コース回りが5号艇の田中達彦となって、本番は並びも体型も変わって2対4、3カードは2号艇下寺進入インコースから1番6番、2番3番4番5番です。スタートしました。ここは2コースがへこんだ。インからトップスタート1号艇船岡で、角から2号艇の下寺も好スタートの一周一マーク、逃げていく1号艇下寺に2号艇のまくり差しはわずかに及ばず、差して6号艇正木、 V ギアから5号艇田中も続いてバックスレッジ、先頭は押し切った1号艇人気の船岡、3停止抜けて2番手が2号艇の下寺、3番手の外枠勢5号艇6号艇田中正木が並んで、あとは後ろに4号艇3号艇スタートは正常でした。1周2マークトップ旋回1号艇船岡、続いて2号艇下寺の後ろ、5号艇が先取りした田中を差し対して6号艇正木、ホーム側に戻って上位2艇は早々それぞれ抜け出した。1番2番船岡下寺、3番手争いからは今2艇陣、6号艇正木が優勢、追う4番手に5号艇田中で2周の1マーク、3番手接戦6号艇正木の後ろから波のない外は分回して5号艇の田中が追ってくるが、ここはこらえて3番手は6号艇正木、リードは1艇陣から2艇陣でスリット裏、あとは水が空いて4号艇3号艇が続いています。2周の2マーク、トップは1号艇で船岡、2番手は2号艇下寺、3番手6号艇正木の今度は打ちめがけて5号艇田中の差しですが、ここもわずかにしのぐ6号艇の正木が3番手守って1、2、6のままレースは最終周回へと入りました。ここはインから踏み込んだトップスタートから押し切りました。1号艇船岡陽一郎トップで3勝1マーク、まくり差しから追走 2番手が2号艇の下寺、3番手の接戦はしのぐ6号艇の正木を追って5号艇田中ですが、その差はじわりと開いて3停止、上位体系1番2番6番です。1番2番6番この組み合わせは3連単で 31.1 倍、1番2番2連単 4.7 倍でラストターンマーク、トップで1号艇船岡陽一郎、明日のファイナル1番乗り、2番手は2号艇の下寺秀和、3番手6号艇正木で1、2、6、第10レース先頭1番5塁2番5塁6番5番5塁4番5塁ラストで3番が5塁。さあ絶好の水面コンディションとなっております。ごくごく緩やかなホームの向かい風が渡る程度。第54回スポーツ日本杯開催5日目の攻防、終盤戦でカードは変わって第11レース2つ目の準優勝戦です。対戦メンバーは1号艇辻栄造、2号艇西島義則、3号艇浜崎正則、4号艇が西野翔太、5号艇井内正太郎、6号艇新田陽一、以上6メンバーの対戦です。ここはゆっくりとした陰線です。1号艇人気を集めた辻栄造、前半カードではまくり差しで白星追加の3勝目、ここまで依然オール3連敗を継続中です。ここはしっかり逃げ切って明日のファイナルもポールポジション、絶好枠を手にしたい辻の陰線。2コースが2号艇西島義則、3コースに向かうのは3号艇浜崎正則です。スローが3艇で1、2、3、ダッシュは角14号艇西野翔太、5コース5号艇井内正太郎、浜崎西野井内と前半カードは白星追加して弾みをつけています。
そしてサイアウト6コース6号艇が新田陽一で3対3です。第11レースの準優勝戦、進入インコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしました。インコース若干立ち遅れたが、2コースから2号艇西島好スタート放って、2コースからまくってった2号艇西島先制まくり、1号艇小回り残しにかかる、その外3号艇4号艇内を5号艇6号艇バックスレッチへ抜けて、1号艇辻は最後方、先頭はまくった2号艇西島4艇身抜けて、2番手争いが4艇、内から6号艇3号艇4号艇、後ろから内へ切り返す5号艇井内でスタートは正常。1周2マークトップ旋回が2号艇西島で、5号艇後ろから切り返しの井内を包んだのは6号艇新田、さあした3号艇浜崎でホーム側に戻って、先頭だけ安全圏、2号艇の西島義則、2番手争い3艇固まって、3号艇浜崎の外からボート半分覗いて6号艇新田、またまたここも内へ切り返して5号艇の井内で、2周1マークはその5号艇井内を包みに行って、3号艇さらに6号艇も握って続くが前詰まりで、握った3号艇浜崎が2番手に上がった、2番3番上位2艇、3番手6号艇新田を追ってきたのはいつの間にやら1号艇の辻、内から並んでいまして1号艇6号艇並走、2周2マークトップは抜け出した2号艇西島、2番手は3号艇浜崎の後ろ1号艇小回り辻ですが、そこを握って包んだ6号艇新田が3番手を守って、リードは現在4艇身5艇身、上位対決2番3番6番でレースは最終周回に移っております。ここは2コースからでまくりを決めました2号艇西島義則、トップで3周1マーク、2番手接戦は3号艇の浜崎、3番手守る6号艇の新田で、上位対決2番3番6番ここは荒れました。3連単 988.1 倍、そして2番3番2連単で41倍ちょうどを示しています。ラストターンマーク、トップは2号艇の西島、2番手3号艇浜崎、3番手6号艇新田陽一、守り切って最後の直線は上位対決2番3番6番です。第11レース先頭2番ゴールイン、3番6番ゴールイン、1番ゴールイン、5番ゴールイン、ラスト4番がゴールイン。さあここに来て風向きが変わっています。これまでのホーム向かいの風から今は追い風。第54回スポーツ日本杯開催5日目の攻防は最終12レース最後の準優勝戦です。対戦メンバーは1号艇山口剛、2号艇岩井茂、3号艇上平慎二、4号艇新田康明、5号艇大上拓人、6号艇津田陸人、以上6メンバーの対戦です。さあここは圧倒的に人気を背負いました1号艇山口剛、ただ残念ながら前半カードでは痛恨の勇み足、優質の目はなくなりましたが、それでもオッズの売れ方は、船券の売れ方は山口の相手探しといったところ、ここは何としても期待に応えたいところ。2コース2号艇岩井茂、依然仕上がり良好です。節一の声もある岩井2コース、3コース3号艇上平慎二、4コース角にして4号艇新田康明、5コース5号艇大上拓人、そして6号艇津田陸人が6コースから、3対3で第12レース最後の準優勝戦、進入インコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしました。2、3、4コースへこんだ、インから1号艇外にて5号艇6号艇のコースアート、1周1マーク、それでも1号艇山口が先に回った、3号艇握ったが届かずブロックされ、打ち合いたところ6号艇5号艇旋回バックが抜けて、先頭は押し切った1号艇山口がトップ、2番手3号艇上平、3番手に6号艇津田が上がった、1、3、6スタートは正常でした。
1周2マークトップ旋回1号艇の山口、2番手から3号艇上平、その後ろ5号艇2号艇くるっと回った隙をついて6号艇刺して津田でホーム側へと戻ります。先頭だけ抜けました。安全圏は1号艇山口剛、2番手は三艇進で3号艇上平、3番手争い外枠勢6号艇5号艇ガツンとぶつかり合って大きく競り合って、これから2周の1マーク2番手で回る3号艇上平の後ろ、6号艇先に回って津田、刺してくる5号艇の大上でバックストレッチはまだまだ続く。3番手争い2艇並走、内でピタリと5号艇大上、外からじわり船橋いいです。6号艇津田がじわり覗いて、これから2周2マーク、トップは1号艇人気の山口、2番手3号艇上平、3番手内から突っ張って5号艇大上が先手を取って、 V ギア6号艇の津田が狙いますが、ここは逆転で3番手34艇進リードを取った5号艇大上、上位体系1番3番5番となってレースは最終周回に入っています。トップは逃げました、押し切りました。1号艇山口剛、2番手が3号艇上平、3番手で5号艇大上がバックスレッジで上位体系1番3番5番です。1番3番5番この組み合わせは3連単 7.3 倍、1番3番2連単 2.7 倍を示しております。ラストターンマークトップで1号艇山口が戻って、2番手3号艇上平、3番手は5号艇大上で最後の直線コース、上位体系1番3番5番第12レース先頭1番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン、6番ゴールイン、2番ゴールイン、ラスト4番がゴールイン。